一号手吉川元弘選手です。最後の準優勝戦十二レースインから堂々押し切って、直前の天が崎について連続優勝です。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。予選はドリーム四着以外は三戦三勝。予選トップ通過です。まあ連日さすが危なげない走りが印象的なんですけども、ご自身ではここまでいかがでしょう。まあ出足がいいので、はい、なんとかレースはできてます。はい、もっと他の足最終日は整備調整どうされますか。いえもういろいろやって てきてこれぐらいかなと思っているので、はい、維持維持できればいいかなと思います。モーター30円は直前で中間整備が入ったんですかね。みたいですね。はい。はい、まあいい感じということで、えー、さらに鬼に金棒のレース期待されます。さあ、あ一号体です。一応念のためコースどうでしょう。あ、何もなければインコースから行きます。はい。あとはスタートスタートがどうでしょうか。えっとスタートはすごい難しいです。はい、届いてないです。はい。ええー、目標どれぐらいのスタートで。まあ。 1丸ぐらいずっと行こうとしてるんですけどねそれより結構後ろばっかりなのでまあ難しいですねはい。ぜひゴールデンレーサーの実力発揮を期待しておりますファンの方に意気込みをお願いしますはい優勝できるよう頑張ります五千円よろしくお願いします2号艇地元澤田選手です二つ目の準優11レスはインからゼロ三のトップスタートを押し切ってビアコと近況三連続優勢ですおめでとうございます、はい、ありがとうございます えー、今回、予選は初日連勝もありまして2位通過です、えー、ここまで振り返っていかがですか、まあ、前節も走っているので、まああの、そのアドバンテージはあるかなと思っています、はいえー、モーター的にはどうでしょう、整備調整、最終日はうん。ちょっと怪しかったんですけど、まあ、キャブレター交換してから、一気に上向きました、はいえー、このところね、えー、上り調子という感じですが。 地元の優出これで十一回目とダントツなんですけども、まだ優勝ありませんね。はい、ね。相性がいいのはミクニーで二優出二回優勝なんですけども、ビアコ優勝するためには何が必要なんでしょう。うわあ、もう数ですね。<laughs> いつからできると思うんで、しっかりはいそのために準備したいと思います。今節、はい、の力強さでいうと優勝もありえそうですか。まあ十分にあると思います。はい、さあ、そして二号艇です。コースリーどうでしょうか。 は何もない限りはい2コースで行きたいと思います、えー、スタート間は順位は03でしたけど今節見えてますかはい勝負どころではしっかり行きたいなと思ってますはいぜひ今年初優勝そしてビアコ初優勝を期待していますファンの方に意気込みをお願いしますはい、えー、チャンスつけるように頑張りますご支援よろしくお願いします山号艇下條選手です最初の順位第10でスインからトップスタートを仕切って優勝1番乗りと近況3連続優勝ですおめでとうございますはいありがとうございます。 予選はオール戦連隊で、二位通過という好成績でした。ここまで振り返ってみていかがですか？はい、そうですね、まあえーと、前説から微調整でいけてるので、はいえー、足はしっかりしていると思います。えー、今回も最終日、優勝戦の日は微調整ぐらいでしょうか。そうですね、四、まあ、日でここまで来てこれてるんで、はい、これをベースに、気象条件に合わせて、えー、合わせたいと思います。はい さあそして枠3号艇です。コース取りどうでしょうか。うん、まあまあ3コースからかなと思います。はい。えー、順位はトップスタートでしたけど今節スタートどうでしょう。そうですねちょっと風がコロコロ変わってるのでその都度修正はできているかなと思います。はいでは最後ファンの方にメッセージお願いします。はいえー、いいレースできる頑張ります。応援よろしくお願いします。4号艇柴田浩二選手です。 準優第1レースは3.4点の2番タラソイを競り勝って今年8回目のニュースですおめでとうございますありがとうございますモーター41が美奈ちゃんモーターでこのところ白星リオさんの注目モーターなんですが、えー、柴田選手は手応えいかがですかもう前件からあの出足行き足含めていい感じですはいじゃあもう最終日は微調整ぐらいでしょうかねうんまあ枠とねあいつ相手見てちょっと考えようかなと思ってますけど。 はいその枠と空いえー、4号艇で、えー、このメンバーなんですけれどもコース通りどうでしょうかねもうピット離れはね遅れること多分ないと思うんでまあ、もうちょっと伸びつけようかなと思ってますけど、はい、さあそしてあとはスタート感今節スタート間いかがでしょうかちょっと風変わるんでね難しいんですけどまあまあ自分なりにはいけてますはい。えー、ぜひ検討を期待しております最後にメッセージお願いしますはい、あの美役相性いいんで精一杯頑張ります 五号艇和田選手です。順位十二レース四角から攻めてさらに追撃も振り切って兵庫ワンツーフィニッシュで直前の雨風について連続優勝です。おめでとうございます。ありがとうございます。えー、モーター二十一がですね、三場所前オール三連隊で優勝もありますけれども、はいえー、ここまで手応えはどうでしょう。あのいいエンジンであのいろいろペラ試してもあのどこでも大体走ってくれるような感じなのであのエンジンがいいと思います。はい。もう最終日は微調整ぐらいでしょうか。 まあ明日も五号艇なので、あのそうですね、まあ似たような感じの調整でいきたいです。はい。さあ、その五号艇という話がありました。コース取りはどうでしょう。まあピット離れ、遅れなければ、あの枠からいきたいです。はい。そして、スタート間コンセスどうでしょうか。焼けてないですね。ちょっとまあ今も直前で風変わりましたし、はい、まあそこのサバンの見方っていうのは難しいと思います。目標はどれぐらいいきたいですか。まあ一丸から一定進ぐらいは、あの恥、ー、かかない程度にいきたいです。はい。 えー、このシーズンも活躍を期待していますメッセージお願いします、はい、えー、久々に来た美和子なので、えー、結果残して帰りたいと思います応援お願いします6号艇貞松選手です二つ目の準優11ラス六コースから道中あっという間の逆転二番手浮上で美和子連続優勝ですおめでとうございますはいありがとうございますえー、そして美和子前回五月の G3 優勝直後にボートレースオールスターで SG 初制覇となりましたこちらもおめでとうございます はいいありがとうございますその SG 制覇をしまして、気持ちやレース、心技体何か変化ありましたかそうですね、やっぱり、まあ、負けられないっていうか、まあ、そういう気持ちも、えー、強くなりましたし、うーん、やっぱり上の舞台で活躍したいっていう、活躍し続けたいっていう気持ちも強くなったので、はい、こ,れこの気持ちで、えー、向上していけたらなって思ってます。 はい、ありがとうございます。まあ、今節もね、えー、すごい走りです。今節原点なければ予選トップクラスでした。順位はしかし、もう驚くような鬼足で大逆転腕はもちろんなんですが、モーター63もかなりいい感じなんでしょうか？そうですね。バランス取れて、えー、悪くないと思います、えー、整備調整どうでしょう？うんとまあ、自分その優勝した。説にこのエンジンの、えー、良さっていうか、えー、知ってたので。 そこから結構整備,整備してあって、そのなんか今、下がり気味っていうかって聞いてるんで、ちょっと気になってるんですけど、ちょっと全部戻してみてもいいかなっては考えてるんで、まあ明日考えます。はい、注目しましょう。そして、えー、6号艇ですね、まあ、順位をと同じく6枠なんですけども、えー、コースどうですかまあコースは、えー、6コースから行きます、はい。あとはスタート、スタートがいかがでしょう。 今日は、えー、いいスタートダッシュ乗せていけたんですけど、ちょっと見え方的に、うん、だいぶいかないといけないんで、ワご,ごわなんですけど、まあ、バチッと会えばいけると思うので、はい。また、すごいレースを期待しています。ファンの方にメッセージお願いします。はい、えー、明日、えー、また、琵琶湖を優勝して、えー、あ来節の SG に、オールサと同じ時のような、えー、流れにしたいと思います。応援よろしくお願いします。